ツンドラ軌道のアニメーション。青が地球。水色が、離心率0.2。赤色が、離心率0.3の軌道。地球中心、地球固定直行座標系 E セフで、表示ツンドラ軌道は、対地同期軌道の一つ。長打円軌道に分類され、軌道傾斜角は63.4度。周回周期は、構成時に相当する23時間56分である。 近地点は2万4千キロメートル、遠地点は4万7千キロメートル。ヨーロッパにおける24時間運用を考慮した場合、モルニア軌道が4機を必要とするのに対し、3機で賄えると計算された。ツンドラ軌道と同種の軌道としては、12時間周期のモルニア軌道、16時間周期の TAP 軌道、24時間周期の中性ツンドラ軌道が知られている。 シリウス XM ラジオが運用するシリウス通信衛星がツンドラ軌道に投入され1機あたり16時間の運用で3機による運用体制を構築している岡本健一通信衛星と放送衛星2015年10月5日閲覧 AB ベンエァンズシリウスライジングプロトン M レディツールオンチデジタルラジオサテライトイントゥオービット 2015年10月5日閲覧、A.B. ヨーゼフシー・ C. バンデアハー、エド、ミッションデザインインプラメンテーションオブサテライトコンストレーションズ、スプリンガーサイエンスビジネスメディア、P225、ISBN9 兆7894億115万880、0、ポーラーコミュニケーションズウェザーミッションゴーズアール、ゴーズアール2015年10月5日閲覧、 ありがとうございます。